こんにちは。はい、こんにちは。スプレーアートエデンの。スプレーアートエデンの。梅先生です。梅先生です。今日も。今日も。スプレーアート講座です。スプレーアート講座です。パチパチパチ。パチパチパチ。パキー。パキー。作り方。ベロ先生、滝ですね。はい。滝はですね、いろんな書き方があるんですが。はい。じゃあまず誰にでもできそうな。はい、ポン字に白をつけます。オッケー。で、まあ、動き的にはこうね、こう。綺麗。すごい。でもう一回白塗って。わあ。オッケーですね。わかりましたね。それは何？水しぶき。あで。で指でちょん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 みたいな。今イグアスが作ったんです。イグアスの立ち。もう一度。うん。白く。ちゃん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 。で、ゴールド。これはね、とりあえずあの販売サイトのベースっていうところに、うん、あの出品するんで、よかったら概要欄から来てください。はい、じゃあということで滝を使った絵を1枚描いていきたいと思います。一回取ります。タタン。あれ、この色の月描いてたっけ俺。あれ、こんな色の月、やべ、記憶がない。そうか、途中で色変えたのか俺が。なー、いいんじゃない？まだいいんじゃない？ちょっとこんな入れつつ、
出来上がり。はい。さすが。どうですか。めっちゃ綺麗だと思うよ。はい、もう今ね、うん、目の前にいた人がね、うん、もうこれ買いたいっていう人がいたけど、いやこれ売れないって言ったの。ダメ、ちょっと待って、ちょっと待って。別の感じの書くからっつって。はい。キャンバス。まあ私も欲しいって感じだね。すごい。そう、最初俺ここまで書いてて、うん、俺何書いてんだっけ。忘れてた。え、忘れてた。だってさ、私も見て、うん、え、これ山のやつじゃないよって。だよね。滝だ、滝が入ってるよ。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。あと、もっと教えてとか、他のアイディアとかあれば、はい、ぜひぜひコメントください。してね。はい。ということで、アディオス。アミゴー。バイ。バイ。